武藤義則は東京都世田谷区出身のサッカー選手。ポジションは FW。日本代表、J リーグビッセル神戸所属。慶応義塾大学経済学部卒業。3歳でバディスポーツ用事園に入園後、4歳でバディサッカークラブに入部し、本格的にサッカーを始める。その後、小学校の6年間は同クラブで活躍し、 6年生の時にはキャプテンを務める。小学校4年時より FC 東京のスクールへも通い、2005年に中学校進学時から同クラブ下部組織に加入した。この時の同期には高木俊也、や方洋介、江口高俊、佐々木洋二、広木優馬、松藤精神、三浦達樹がいる。この頃から攻撃的 MF でプレーするようになった。 2007年の U-15 高窓の宮杯で全国大会得点ランキング2位に輝いたことなどが評価され、2008年より U-15 から U-18 へ昇格。脚力とフィジカルの強さを買われ、U-18 ではサイドバックでも起用された。攻撃的 MF に戻った2010年にはパワーを活かした仕掛けを武器に AS として活躍した。この年、 西種登録選手としてトップチームに登録されている。翌年からのトップチーム昇格を打診されていたが、今、プロの世界に飛び込んでもやっていけないという判断のもと、大学進学を選択した。2011年、慶応義塾大学経済学部へ進学し、ソッカー部に所属。1年次から7試合で6得点というハイペースで、得点を量産するも試合中の接触により、 左膝半月板を損傷。目標としていた新人王及び得点王の獲得を逃した。復帰後はチームプレーに重きを置きつつも要所で得点に絡み、同部での中心選手となった。2012年6月、ユース時代を過ごしたフルス FC 東京に特別指定選手として登録され練習に参加した。2013年3月に行われた 伝送カップチャレンジサッカーでは、関東大学選抜へとして出場し、2年生で唯一ベストイレブンに選出された。その活躍が認められて、同月の全日本大学選抜に選出され、ドイツキャンプ及び伝送カップサッカー日間、大学定期戦に参加した。同年7月、前年に続いて FC 東京に特別指定選手として登録されると、 同月6日の J1 第14節広島戦で途中出場し J リーグデビューを果たした2014年から FC 東京へ正式に加入したサッカー部監督の須田義正からもプロ入りを後押しされ内部進学であったことから3年次で円滑に退部することができ在学のままプロ契約を結んだ同年 J1 第1節の柏レーソル戦にて FC 東京の新人選手では2008年の長友、優都以来となる J リーグ開幕戦での先発出場を果たし、3トップの左ウィングとして、相手の守備網と互角の勝負を演じた。運動量とスピードを生かし、2トップの一角や、サイドハーフでの起用にも順応を見せた上、ドリブル突破による1対1での打開力を発揮して、J1 第21節裏戦でシーズン7得点目を、 上げ、クラブの新人最多得点記録を更新した。プレッシャーの高まりや、疲労の蓄積、FW、平山壮太の不傷離脱による、ポストプレーの負担の増加が重なりシーズン終盤には、得点のペースを落としたが、J1 第31節の名古屋グランパス8戦での、ゴールにより、渡辺千真が持つ、リーグ新人最多記録の13得点に並んだ。同年12月、 新人では、小野真嗣、中澤雄二に次いで15年ぶり史上3人目となる、J リーグベストイレブン選出を果たした。武藤の心身の消耗を憂慮していた、FC 東京 GM の立石高行から賛同を得られず、死亡した当期の海外遺跡はならなかったが、2015年下期の海外遺跡を視野に契約を更新し、J リーグでの登録を FW に変更した。 開幕戦から得点を重ね、3月度の月間 MVP を受賞した。J1 第15節の松本山が FC 戦で同シーズン通算10得点目を決めた。デビューから2年連続での2桁得点は、上昇時以来となる J リーグ史上2人目の快挙となった。第1ステージ最終節の清水エスパルス戦では、得点こそなかったものの、 ドリブルで4人のマーカーを引き付けながら、前田良一の得点をアシストし、FC 東京での最後の試合を勝利で飾った。FC 東京では公式戦61試合に出場し26ゴール5アシストを記録。2015年、マインズ入団時 FC 東京からの移籍容認に十分な活躍を続けたことで、2015年3月には、イングランドプレミアリーグのチェルシー FC から、 翌4月には、ドイツブンデスリーガの1、FSV マインツレ語からそれぞれ遺跡のプランを提示された。熟慮の末、来日したクリスティアン・ハイデル GM から直接高評価を伝えるなど、本人曰く、誠意を見せてくれて、必要としてくれた、マインツを選択し、5月30日に FC 東京から同クラブへの遺跡が発表された。 契約期間は2019年6月末までの4年間。遺跡金は非公表ながら推定300万ユーロとされ、立石 GM によれば、マインズの提示額は無党にオファーを出した4クラブの中で最安値であり FC 東京の想定を下回っていたが、活躍度合いや別クラブへの売却時には額を上乗せできる、負担条項を設けることで合意に至った。 8月10日の DFB ポカール1回戦エネルギー、コットブス戦で、マイン追跡後の公式戦に初出場し、同月15日に、ブンデスリーが開幕節のインゴルシュタット戦に途中、出場して、リーグ戦デビューを果たした。自身も死亡していたサイドでのプレーが中心になると、目されていたが、スピードを買われて一トップで移籍後初の、 先発出場となった第2節ボルシア・メンヒエングラートバッハ戦では懸命な本走で、攻守に貢献し、第3節ハノーファー戦では遺跡後初ゴールを含む2得点、1アシストを記録。当初マルティン・シミット監督は、対戦相手に応じて1トップを使い分けるとしていたが、武藤の献身的な前線からの守備とドイツの、巨漢 DF との競り合いを厭わない姿勢を賛辞し、 他の FW 人の不信も重なって、武藤を一トップで起用し続けた。第11節アウクスブルク戦では自身プロ初のハットトリックを決めて、マン・オブ・ザ・マッチに選出され、高原直弘以来ブンデスリーガで、ハットトリックを決めた二人目の日本人選手となった。2016年2月6日、ブンデスリーガ第20節ハノーファー戦で、右膝外側側副人体を部分断裂。 3月下旬に練習に復帰するも、練習中に別箇所の右膝動人体を損傷。治療に専念するために帰国し、2015から16シーズンを終えた。2016年8月17日、ブンデスリーが開幕戦のボルシアドルトムント戦で、途中出場から今シーズン初得点を決めた。9月29日、欧州エルの第2節がバラエフ系で、 ヨーロッパリーグ初得点を記録した。しかし、この試合で右膝を負傷。2017年1月22日、第17節の1、FC ケルン戦で約4ヶ月ぶりの復帰を果たした。2017年8月12日、DFB ポカール1回戦のリューネブルガ SK1 で、新シーズン初得点を含む2得点を決めた。9月9日、 第3節のバイエルレバー空前戦で今季リーグ戦、初得点を決めた。5月5日、第33節のボルシアドルトムント戦では、残留を決める得点を決めて、勝利に貢献した。マインツでは公式戦72試合に出場し23ゴール11、アシストを記録。2018年7月27日、プレミアリーグ、 入ッするユナイテッド FC が無党の獲得についてマインツガーと合意したことを発表した。すでにメディカルチェックを済ませ、イギリスの労働許可証の取得だけが残っていたが、8月2日、労働許可証取得と入ッするへの移籍が正式に決定したことが発表された。契約期間は4年。開幕説のトッテナム戦に途中出場し、リーグ戦デビューを果たした。 第8節のマンチェスターユナイテッド FC 戦でリーグ戦初先発を果たすとイングランドでの初得点を挙げプレミアリーグでゴールした6人目の日本人選手となった。しかし軽い負傷のため78分に交代。イングランド1年目は1ゴールでシーズンを終えた。2019年7月20日中国の上海で開催されたプレミアリーグアジアトロフィーの3位決定戦。 ウエストハムユナイテッド FC 戦34分、右サイドでボールを持った DF、ジェイミー・ステリーのアーリー・クロスに反応し、左足のワンタッチシュートで見事に先制ゴールをねじ込んだ。2019から20シーズンのプレシーズンマッチには、新監督のスティーブ・ブルースから賞賛されていたものの、開幕戦はベンチスタート。8月17日、 第2節のリッチシティに力3頭敗れた後に、武藤が孤立していると感じましたと率直なコメントを残す。チームが開幕連敗スタートとなったこともあり、武藤のコメントは、ブルースの戦術に対する批判だとしてあらぬ方向へ飛び火。8月28日、カラバオカップ2回戦でスターシティ戦の後半18分に、PA 左で DFE トロウィレムスが、 相手と競り合ってこぼれたボールを武藤が右足で押し込み、1から1。試合は1から1のまま延長戦なしで、PK 戦に突入。武藤が、入荷する一人目のキッカーを務め、しっかり決めたものの、PK2 から4で敗れた。やがては、新加入のジョエリントンや、レンタル先から復帰したドワイトゲールにも遅れを取り、第8節のマンチェスターユナイテッド FC 戦以降は、 完全にポジションを失い、事実上の構想外状態となった。2020年1月1日、第21節、レスターシティ戦で今季リーグ戦初のフル出場を果たした。2020年1月4日に行われた FA カップ3回戦のロッチデール戦に先発出場したが53分に、負傷交代。股関節と診断され、約一ヶ月間戦列から離れる。 同シーズンは8月28日に行われたカラバオカップレスターシティ FC 戦の一得点のみにとどまりリーグ戦では8試合ノーゴールに終わった SDA ワルシーズン終了後にフルスマインツのほか、1FC ケルニア、FC アウクスブルクアルミニアビーレフェルトなどかつてプレーしていたブンデスリーガのチームが獲得に興味を示していると報じられたが2020年9月16日に プリメーラディビシオン所属の s d イバル1年間の期限付き遺跡が発表された。背番号は12。11月30日、第11節のレアルベティス戦で、ラリーガ初ゴールを決めブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラリーガのヨーロッパ3リーグでゴールを奪った初の日本人になった。2021年1月25日、第20節のセルタデビーゴ戦で、 ラリーが初アシストを記録。柔らかいタッチの浮き玉パスで、ブライアンヒルのゴラッソを演出した。シーズン終盤は負傷のため試合に出場できないことも多く、最終的にチームは最下位に沈みセグンダディビジオン、降格が決定。2021年5月26日、エイバルとのレンタル契約終了を発表。スペイン1年目の公式戦3ゴールにアシストで、シーズンを終えた。 2020から21シーズン終了後、所属元のニューカッスルに戻り、7月6日から新シーズンに向けて指導し、プレシーズンマッチにも出場。しかし、そのまま遺跡の噂がたびたび浮上し、7月31日にはビッセル神戸への加入が決定的になったと報じられた。2021年8月3日、ニューカッスルは双方合意のもとに無党との契約を、 解消したことを発表。2021年8月7日、ビッセル神戸に加入。8月21日、第25節の鹿島アントラーズ戦で移籍後初出場から、いきなりアシストで結果を残した。9月24日、第30節の清水エスパルス戦で移籍後初ゴールを決めた。二千十四年九月、キリンチャレンジカップ二千十四に臨む日本代表に招集され、 5日のウルグアイ戦で国際 A マッチ初出場を果たし、同月9日のベネズエラ戦で初得点を決めた。2015年1月開催の AFC アジアカップ2015においてはパレスチナ戦で相手プレイヤーの退場を誘発する働きを見せたほか、ヨルダン戦では香川真嗣の得点をアシストした。3トップすべての位置で起用され、スーパーサブとしての役割をこなした。 しかし、準々決勝の UAE 戦では、決定機でシュートを外すなど制裁を書きチームも敗退。個人としても、大会を通じ無得点に終わった。2018年6月、ロシアワールドカップのメンバーに選出され、第3節のポーランド戦で W 杯初出場を果たした。2019年1月、AFC アジアカップ2019のメンバーに選出され、 グループリーグ第3戦のウズベキスタン戦で約3年3ヶ月ぶりの代表での得点を挙げた。ありがとうございます。